茶壺茶壺道中の様子茶壺とは、石薄ですりつぶす前の抹茶、すなわち引き茶を保管するために用いられる陶器製の壺である。古くは抹茶を入れる茶入れを、小壺と呼んだことに対して、大壺とも称された。茶壺は、現在でこそ、飾り気のない地味な陶器のように思われるが、中世の日本では、このような釉薬のかかった壺は、輸入に頼らざるを得なかった。その中で、 形や作業の優れたものが尊ばれていたのだろう。特にフィリピンのルソン経由でもたらされたものをルソンと呼んでおり、茶壺の中でも重要視されている。さらにルソン壺の中で文字や文様のないものが松ぼとなる。なお、茶道具の中ではこのルソン壺は島物に分類される。こうした立派な壺は干渉の対象であり、室町時代には 茶道具の中で最も重要視されていた。足利義則は茶壺に、締めの縄という名をつけていたが、これは茶道具に名が付けられた例としては最初期のものと言える。しかし、駒の茶の湯が盛んになるにつれて、次第にその座を茶入れに奪われていった。また茶の湯の拡大に伴って需要が増えると、備前焼きや、しがらき焼きで、縫製品が作られるようになり、江戸時代には、 野々村人清が、失来専用の色絵金菜の茶壺を製作している。江戸時代には、現在の京都府宇治市の名産品である、宇治茶を徳川将軍家に献上するための茶を詰めた茶壺を運ぶ行列が行われ、東海道や中山道の街道筋では、茶壺道中と呼ばれた。寛永10年から幕末まで続いた、この行事は、江戸時代中期に、 徳川吉宗の権威悪霊が出るまでは行列の規模が年々膨れ上がり、その数は一時は数百人から数千人にも達したという。田舎の大名行列をしのぐ茶壺の行列の様子は、現代でもわらべ歌の随々ずっ転ばしで歌い継がれている。ありがとうございます。